薄焼き卵の上にチーズをのせました。はい、それでは今日はこちらの材料で海苔巻きを作っていきたいと思います。はい、ご飯はですね、すし酢と白ごまを入れて混ぜておきます。こちらでキムチの海苔巻きとマグロの海苔巻きを2種類作っていきます。はい、ご飯はなるべく薄く端の方まで引き詰めます。そして巻きやすいように少しだけ土手をつけます。はい、それではこちらはきゅうりとマグロのすき身とアボガドと貝割れを具材としております。はい、こちらはキムチと貝割れと薄焼き卵ときゅうりで、先ほどの薄焼き卵にチーズが乗っかっております。こちらは韓国ドラマで見たレシピを自分なりにアレンジしてやってみようかと思っております。はい、ではとりあえず4本巻けました。あとはちょっとこんな感じでいっぱい具材が入って、はい、先ほどのキンパを海苔巻きを切って完成しました。キンパっていうか海苔巻きっていうか韓国風の日本の海苔巻き